こんにちは、タクトです。今日はくるみ入りのブラウニーを作りたいと思います。ブラウニーの作り方は材料を混ぜるだけなので、めちゃくちゃ簡単なので、ぜひお家でやってみてください。溶かしたチョコと溶かしたバターをホイッパーで混ぜていきます。混ざったら砂糖と卵を入れていきます。砂糖はしっかり溶かしましょう。砂糖と卵がしっかり混ざったら、薄力粉、アーモンドパウダー、塩、ベーキングパウダーをふるい入れてさっくり混ぜていきます。粉っ気がなくなったら、ローストしたくるみを入れていきます。くるみが入ったらチョコチップも入れていきます。370g で分割します。分割したら平らにならしましょう。
160度のオーブンで50分焼いていきます。生地の中心にナイフを刺して、ナイフに生地がついてこなければ焼き上がりです。いただきます。ブラウニーはちょっとあまりにも簡単すぎて、ちょっと取れ高が少ないんですよね。前回のテリーヌショコラも簡単すぎて取れ高が少ないんですけど、お家でやるには最適かなと思ってます。作り方のコツとしては、焼き上がりです。中心にしっかり火が入っていないと、やはり焼き菓子としての美味しさがなくなってしまうので、しっかり焼き込んでいきましょう。逆に焼きすぎるとカリカリのパサパサになってしまうので、それも注意が必要です。今回は中にローストしたくるみを入れましたが、なぜくるみをローストしたかというと、くるみの香ばしさをより強く出したかったからです。甘酸っぱいのが好きな方は、酸味のあるドライフルーツを入れても美味しくなると思います。焼きたてだと外はサクッとして中はしっとりなんですが、これをラップで綺麗に包んで少し置いておくと、全体がしっとりしてくるので、しっとり好きな方はラップで包んでちょっと食べるのを待ってみてください。日持ちがするのでプレゼントには最適かなと思います。ぜひバレンタインに向けて作ってみてください。それではありがとうございました。